サマラ・ウィービングは、オーストラリア出身の女優、モデル。ドラマシリーズ、アウト・オブ・ザ・ブルーでキャリアを開始し、オーストラリアのソープオペラ、ホーム・アウェイで、インディ・ウォーカーを演じたことで、注目を浴びるようになった。モンスター・トラックと、スリー・ビル・ボードでの助演に続いて、ザ・ベビー・シッターでのビー役や、メーヘムでのメラニー・クロス役、レディオ・アノットでのグレース役などの主役を演じ、さらに高い評価を受けた。 テレビでは、スターズのホラーコメディシリーズ、資料の腹綿、リターンズやショータイムのコメディシリーズ、スミルフ、フォックスショーケースのミニシリーズ、ピクニック・アット・ハンギング・ロック、およびネットフリックスのミニシリーズ、ハリウッドに出演した。1992年2月23日に、アデレードで生まれ、イギリス人の父とマルタ人の母親を持つ、シンガポールやフィジー、インドネシアで育つ、 父であるサイモン・ウィービングは、ニューサウスウェールズ州ニューカッスルにある、ニューカッスル大学の映画制作者及び映画教授であり、キャンベラ国際映画祭の芸術監督でもあった。彼女の母親ヘレナ・ベジーナは、ニューカッスル大学で、博物館学を教えるアートセラピストである。彼女の妹のモーガンも女優。叔父は、俳優のヒューゴ・ウィービング。ウィービングとその家族は2005年に、 キャンベラに引っ越し、キャンベラガールズグラマースクールに通った。そこでドラマキャプテンとなった彼女は様々な学校や劇場の作品に出演した。主要キャストとして演じた。最初の役は2008年のオーストラリアイギリス合作のドラマ、アウトオブザブルーのキルスティン・マロニーだった。この作品はセカンドシーズンに継続されることなく打ち切られた。2009年、 オーストラリアのソープオペラ、ホームアウェイでインディゴ・インディウォーカーとして出演した。5週間にもわたって繰り返し登場した。プロデューサーがメインキャストとして彼女を呼び戻したので、翌年からその役を再び演じた。彼女は撮影のためにキャンベラからシドニーへと引っ越した。2012年1月撮影インディ役の演技により、彼女は2012年の第1回オクターワードで、 テレビドラマ部門の最優秀女性演技、オーディエンスチョイスアワードにノミネートされた。2013年7月には、ホームアウェイの最後のシーンを撮影したことが確認された。彼女は作品の国際的な成功でもって、新しい役を追求するのに適切な時期であると感じ出した。同年、おじのヒューゴ・ウィービングと共に、犯罪映画、ミステリーロードに出演した。 2015年の資料の腹綿リターンズ第一シーズンでヘザー役として繰り返し演じた。また、オンラインシリーズのスクイレルボーイズにゲスト出演した。オーストラリアの下着ブランドボンズのモデルを2012年から始めた。2016年にベレーネとしてアクションコメディモンスタートラックに出演した。その役は2014年に初めてロサンゼルスに行った。 時に撮影された。翌年、アクションコメディスリラーのメイヘムに出演し、10月にリリースされたコメディホラー映画ザ・ベビー・ジッターではタイトルロールとして主演した。また、映画スリー・ビル・ボードでも役を獲得し、チャーリー・プースの歌アテンションのミュージックビデオにも出演した。2017年から2019年にかけて、ショータイムのシリーズスミルフで、 ネルソン・ローズを演じた。2018年12月には、セカンドシーズン終了後に、作品から去ることが発表された。彼女は、ヌードセックスシーンをしなければならないことについて、苦情を述べた後に、契約破棄を求めた。雑誌、バラエティのダニエル・ホロウェイは、彼女が、作品のクリエイターで共演者のフランキー・ショーの第一、シーズンにおける、 同様のセックスシーンでの振る舞いに不快感を感じていたと報じた。そのことは、ーによる不法行為の疑いの調査に至ったが、ショーの役には不正行為はなかったことが判明した。2018年、彼女は定番であるハンギングロックへの修学旅行中に姿を消した3人の生徒の一人として、ミニシリーズ、ピクニック・アット・ハンギングロックに出演した。 コメディホラー映画、レディオアノットでは、主演を演じ、映画と彼女の演技は、肯定的なレビューを受けた。その後、彼女は、アクションコメディ、ガンズ・ア・キンボに出演し、スリラー映画、ラスト・モーメント・オブ・クラリティを主演した。2020年7月現在、ビルテッド・フェイス・ザ・ミュージックにシーア・プレストンとして出演し、G.I. ジョー、漆黒のスネーク・アイズではスカーレットを演じる。 2019年3月10日にクリエイティブ、プロデューサーのジミー・ウォーデンとの婚約を発表した。ありがとうございます。